お前マニュアルで撮ってんの？マニュアル撮ってないの？オートマで撮ってんだよ。オートマで撮った。そう。いな、こいつ。古い考え方。いつの時代？今オートマ全盛期だから。マニュアル乗れないんだ。ガチャガチャやってんの今。やってないよ。ハンドルガチャガチャ、あのなんかレバーを。おそうダサ。古い？すげえ言ってくんじゃん。うちの親父かよ、ダサ。マニュアルで撮るって。別に、俺も別にオートマで。うちの親父じゃないんだから。オートマ乗れんだから。ダサ。お前はマニュアル乗れないんだよ、だって。マニュアルなんて必要ないんだから、あんな。ダサ。ブルーマニュアルで撮ってるってのが、だから、マニュアル撮ってるってのがどっちも乗れんじゃん、結局。その考えが古いのよ、もう。必要なくなってくるのが、これからどんどん。うわ、ダサ。英会話とか勉強するのも必要なくなってくるからね、もう。翻訳機が生まれるから。もう必要ないんだから、どんどん。俺から便利になってくんだから。マニュアル乗れねえんだよ。必要ないのよ、マニュアル。じゃあガチャガチャやってんだね、坂道発進とか。ダサこっち簡単なんだから。すげえ。ハンドブレーキやって、ちょっとやったら、ブーっていけんだから。楽こっち。俺だって別にオートマ乗れるんだから、別に。お前マニュアル乗れないんだよ。違う違う、その言い方がダサいもん。うん、俺両方乗れんだよ、というのが、うん。いいんだよ、別に片方オートマ乗れれば。ダッサ、こいつ。古っ考え方。合わないわ。ちょっと。みんなマニュアルでしょ？みんなマニュアル？え、ちょっと待って、スタッフさんも？みんなマニュアル。みんなマニュアル。ダサ！こいつだ。そりゃ二軍と言われるわ !TBS ラジオの。お荷物軍団が。ガチャガチャやってろよ、レバーを。いや、ダサお前。もういいよ。もういいわ。時間なくなっちゃうわ。ここで番組から大事なお知らせがございます、はい、うん、番組冒頭でも触れましたがゴールデンウィークが迫ってるというね、話しましたけど、ということでこれ久々ですね、軸歪みます、うわー、やーべー、すいません久々ですね、軸歪みます、やーべー、すいませんお前やりすぎだって、すいませんお前タイムパトロールで目つけられてんだから、すいません、先週ね、初回放送やったりとか、ちょっと歪みが激しい時期にまたちょっと、そろそろ引っかかるぞ、軸法に。久々に軸が歪みやすということで。軸法引っかかるぞ。軸法引っかかってもオートマ取りますから、私は。オートマスムーズに、オートマでスムーズに運転をして、私は逃げ切りますけど、マニュアルでガチャガチャやってる間に捕まるからね、お前は。これはオートマでスムーズに時空警察からも逃げ切りますけども。オートマサーベじゃねえかよ。いつもこれ火曜日の夜にね、収録しておりますけども、次の放送は、今週の日曜日の夜までに収録しないと放送されないっていう。早いね。非常事態なんですね、これ。二日ぐらいしかないじゃん。そうなんですね。だから我々、これ別に我々的には、何の問題もない、毎週火曜日収録でいいんですけどね、ゴールデンウィークでも収録したいんですけども、ネット局さんとのこの兼ね合いで、あ、なるほど、いつもより早くこの完成版のこの、なんていうんですか、このデータといいますか、をお渡ししないといけないんですね。そういうことがあるんですよ、これ。日曜日の夜までに送らないといけない。大変だね。朝？日曜日の朝までに、ん？朝？違う、日曜日の夜までにそのデータとか送らなきゃいけないでしょ？メールの話でしょ？それ。今俺なんでそんなやめてあげてよ。日曜の夜、俺は今ラジオの完成版のデータをネット局に。辛く当たんないでそんなに。日曜日のだからオートマに乗ってる。関係ないわ。広くないんだよ、心が。やっぱりその一番怖いからね、こういうやつが。まあそれはあるかもね。だから岩井さんが、オートマ限定はダサいと、やめてください、ちょっとナイフをそんな突きつけながら言うの。やめてください、ちょっと本当に。どういう、言って、いやいや、むずっ、ちょっと扱い、何、怖いね、本当に。来たんでやめてくれよ、俺を落とし入れてよ。どうなっちゃってんの、この選手から。いやいや、やめてくれよ。え、俺ないよ、ナイフ持ってないから。いやいやいや、もうなんかそ言っちゃったもん勝ちだね、そのふんと。いや、まさにこっちのセリフだわ。ほら、そんな、その、なんていうの、声量で制しようみたいな。いやいや。うるせえ、ほら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 、ちょっとなんかもう、ちょっともうボケにしようとしてる。ま、違うんだよ。本当にやってるんですから。ボケにしてるけど。
オートマ限定ダサいって言ったろ、岩井が。オートマ限定ダサい。男だったらマニュアルだと。うん、男だったらというかね。男はマニュアルという考えがそもそも古いと、俺はね。うん、マニュアルなんて乗る機会ないだろ、必要ないだろ、うん、レバーガチャガチャやってろよと、うん、で激しい論争になりました。やばいこと言ってんの。であの論争を聞いてオートマ派、うん、マニュアル派リスナーからそれぞれ意見が来ているのでちょっと読まさせてもらいますね、うん、オートマ派マニュアル派っていう考え方がそもそも違うけどね、うん、オートマ限定派、うん、全部乗れる派だけどね、うんだからオートマ対マニュアルの論争じゃないから。だからオートマで取る人派、マニュアルで取る人派だよ、ね。これオートマ対マニュアルの論争じゃないから、ね。山形県ラジオネームバラマンディ、うん。僕は世の中で一番かっこいいでおなじみのオートマ限定で免許を取りました。そうだよね、バラマンディ。オートマはマニュアルに比べて短い時間で車に乗ることができます。マニュアルの人は結局オートマに乗るのになぜわざわざ時間と金を無駄にするのでしょうか、うん、ダサいとしか言いようがありません。澤部さん、かっこいいのはオートマです。そうだよね、バラマンディ。ありがとう。ありがとうね、バラマンディ。そうだな、なんか。ありがとう、バラマンディ。バラマンディもそういう目で見るからな。続きまして、埼玉県ラジオネーム、知る権利2006。岩井さん、澤部さん、こんばんは。先週の放送で澤部さんがマニュアルの運転免許に対して何かトラウマがあるのかと疑うほどの拒否反応を示していましたが、うん、僕も運転免許は岩井さん同様、マニュアルで取りました、うん。親にマニュアルを取ればどっちも運転できるからと言われたからです。うん、この世にマニュアル車という仕様が存在する以上、マニュアル免許を取るべきだと思います。うん、もし澤部さんが海外に行った際、現地で気象の荒い部族、動物、うん、ゾンビ化した市民に追いかけられた時、うん、たまたまキーが刺さったまま乗り捨てられていた車がマニュアル車だったら澤部さんは助からないですよ。やっぱり澤部さんはちょっとあれだなと思いました。いやこれはすごいすごい説を唱えてきたな。マニュアルの方が早いしね。え、マニュアルの方が早いしね。いや、オートマの方が早いから。いや、マニュアルの方が早いからね。いや、オートマの方が早いから。早い車全部マニュアルだから、ね。オートマの方が早く乗れるっていうことね。習って。オートマの方が早く終わるから、授業は。いや、そりゃそうよ。マニュアルに乗れないんだから。マニュアルに乗れないというか、必要がないというのを唱えてるから、オートマ派は。マニュアルに乗れないとか、マニュアルをなんか強めに言ってきてるけども、いらないと唱えてるから、オートマ派はそもそも。必要ないんですよ。世の中の、マニュアル車に乗れないですよ。ガチャガチャやってるよ。お前はよ、左腕太いな、右腕より。ガチャガチャやってるからだろうな。怖っ。左腕を大きく使ってるから、左腕だけ太くなんだろうな。マニュアル車、マニュアル人は。乗りたい車のマニュアル車の選択肢が全くなくなるってことなんだよ。必要ないんだから。いや、必要ないかどうかは、うん、もう自分が今後生きていく中で、わかんないじゃん。俺はもう必要ないんだもん。マニュアルが。マニュアルで乗りたい車なんてなかったから、全然。いや、今後できてる、ね。出ない、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 出ない。弱い。出ない。出るから、出てるからね、マニュアル車も。出ない、出ないよ、出ないよ。新車で。出ない、出ない。あれ、GTR とか、マニュアルだからね、あれね。知らない。何?GTR 知らないんかい。何GTR 知らもうほんと、日本の一番いい車だよ。え ?GTR。GTR? うん。乗れないの俺乗れないんだよ、お前。何それ怖い怖い怖い。え、乗せてよ。乗せてくんないの？乗せられないっす。やばいやばい。言ったけども、え、助手席もダメだからね。怖い、なんでなんで。言っときますけど。乗せてよ。乗せないっすから。なんでよ。いや、もうオートマ限定なんで。やばいやばいやばい。やっぱ結局ね、え、そうなんですよ。え、お前がどんな免許取ろうか知ったこっちゃないけど、うん、俺に言わせりゃロマンに欠けるね。何それ。何それ、これ次元大好き。次元の言葉か。くれないの豚かなって思っちゃったけど、次元か。なんか来てますよ。ラジオネーム古市。マニュアル車もオートマ車もオートマ限定免許も、各自の自由、ダサいとは思わない。でもまだ免許も取っていない31歳の澤部がマニュアルは古いんだよとムキになって叫ぶのがダサい。なんだよ、そう、ね、なんか私はそもそもそうなんだよ、達観してる意見みたいな。まだこいつは免許取ってないんだよ。前免許取ってるよ、もうほぼ仮免取ってるわ。仮免持ってんだから。仮免って言ってんじゃねえよ。仮免持ってんだよ。落ちる可能性あるぞ、まだお前は落第する可能性ある。嘘だね。学科なんてだってほぼ仮免の問題なんでしょあれ。違う、ほぼ学科とかじゃねえよ、実写で。実写なんて俺はもう言われたんだよ、ん、教官の人に。何何、
いや、もう完成に近づいてますね。あなたの運転はもう完成ダサいんだよ、それが。完成に近づいてますねって言われてるんだから。ふざけんなよ。取れたも同然なんだよ。